はいえー、では新シリーズ、はいね「オートバイの楽しみ方」はい、え前回からですねドカティのスクランブラーを使って、えー、まあこれ L 型ツインですけど、はいろいろ面白さを、ね、引き出していこうということですが2気筒の感じというのを前回もいろいろ説明しましたけど、はい、爆発感覚がが違うとろいんな種類があります、ねね、結構いろいろ違います、ねはいで。ただそもそもも、はい えー、2気筒ということで言うと4気筒のオートバイよりもエンジンの回転が例えば、えー、まあ一番パワーが出るのは確かに回転が速い方がそれは馬力が出るのは最高速が出るのはそれ一緒なんですけど、はい、でも2気筒のエンジンだともう少しそれが例えば、えー、4気筒だと9,000回転こっちだと2気筒は8,000回転7,000回転だったのは、じゃあ低いとこ行くと、えー、まあ そうだね、4キロだと4,000とか5,000で、まあ、カーブ走ってたのがこっちは3,000とかなんですねぐっと低い,で,低いところで走る。そのぐっと低いのも力の出方がもっと違うんですよ。でね、はい、その低いところの、えー、いろんな例えば2,000のところ3,000のところ4,000のところ5,000のところ全部違うんですう うう違とこれから実際に乗ってもらいながら行くんですけど、はいえー、まあなかなかね慣れてないと、まあ、前もそうでしたけど、はい、回転低いからエンジンのパワーはないから大きくかけて大丈夫だよって言ってもなかなかできないじゃん。そ、はい、そううななんんでですすよ、ちょっっとと怯え怯えというか、ね、でそれがゆっくりだとダメなんですよねんあの発進とかでやって分かったと思いますけど、はい、そうっとやっていくと逆に危ないですよね。はいなので えー、むしろ力のないって分かっているところが大きく開けます、はい、というとこの2機との場合は加速が速いんじゃなくて、うん、曲がる時の力が強いそっちへ使えるんですね、はい、で、まあフットワークってよく言葉で言いますけど、はい、まあ階段上がったり走ったりするときに足で蹴りますよね、はい、その蹴る力というのが例えば、えー、競技場とか曲がっているところを走ったりすると ちゃんと蹴った足で曲がってきますよね。そうですね。こう体を前に前にそうそうそうそっちへそっちに、はい、ということと同じような力、はい、まあトラクションというんですけど、うん、そういうのが二気筒は強いんです。あ、そうなんですね。そうです。他のキットウに比べて,て強いです。で、そのそっちの力、そっちの力が最高速を出すよりもそっちの力の方が出やすいのが二気筒ッド、うん あ、じゃあ曲がりに強いバイクってことです、ね、ですということで、はい、その中でもエンジンの回転数がこの辺だとこの辺に使います。これだとこの辺に使います。カーブの大きさによってエンジンの回転が低いと小さいカーブでもっと使える、うん、エンジンの回転少し上がってくると少しある程度。例えば50キロとか60キロ出てるところだとこの辺が使えます。それもギアによって違うし、うん、でだんだんそこは難しくなりますけど、うんはい、ただ。 そういうところだとうまくやるとその大きく開けてる時に危なくないんじゃなくて全部その曲がる方の力に変わってくれるっていうのがあるんでそこが二筒の面白さ、えー。ちょっとそれを早く体感したいということでちょっとその辺をね今回はいろいろそんなに表情がいっぱいあって奥が深いぞ楽しいぞというね僕らはもうやっぱり二筒乗りの面白さとねエンジンの醍醐味だと思ってるんで。えー ぜひぜひ。はい。経験してみてください。楽しみで。はい。えっとこのスクランブラ、まあメーター一個なんですけど、実はこの速度計の外側にエンジンの回転がわかる回転計が付いてますはい。なので。この車。そうですそうです。で、だから今が1000回転なのか、まあアイドリング。これが3000なのか、4000なのかって見ればわかります。まあでもね、一回二回見るとだいたいこの。 バラバラバラってこの音はだいたい三千ぐらいかな。うん、まああこれは四千以上回ってるなっていうのはある程度わかるようなって。るようになあ,あもうなるなる。これだけだったら音違うもん。はい、絶対わかりますよ。で、えー、まず試してみたいのは、はい、まああの、えー、この辺のねまあ四十キロとか三十キロ五十キロぐらいの速度で走っているこのワインディングを、はい、まずはまず最初に三速でカーブを走りましょう。 でその次に余裕があったら今度4速で走ってみましょう、はい、でそうすると多分エンジンの回転が片っぽは3,000以上で4速になると今度3,000切って2500とか2800とかになるんでねうんでそこで何をするかっていうと、はい、カーブを曲がってる時にあもう出口なあ,あとはもうまっすぐが見えましたねっていうところで加速をする、はい、という時の開け方。 肉のの開け方っていうのは、はい、このまま発進じゃないけどそーっと開けずにキュッとそうですでねねその回転域だったら、はい、どのぐらい怖くないかっていうのをまずまっすぐなところで、ね、4,000とか,でか3,000で3,000でこうやって開けせるとブワーッとなるけど、はい、やめればいいんで、はい、で最初に出るのがどのぐらいかっていうのをまず体感してみてください。はい、でその辺を練習しながら

3,000とか4,000とか使いましたよね。でギアも3速4速でまあカーブで試してみるっていうのをやったと思うんですけど、はい、どうでしたあもうあのカーブの時って結構やっぱりこわばったりするじゃないですか、ねまあ、緊張しまね。いなんですけどなんかすごい安心感というか、はい、あのいくらこう落としても,も曲がる時逆に速く入っちゃってもあの。 すごいスマートに効いてくれるというかすごくカーブが曲がりやすいのでカーブへの恐怖感みたいなのがすごい軽減されるなんか魔法のバイクだなって、えー、すごいな。はいはい、でもその肝心のエンジンどうでしたあ肝心のエンジンもあの上げあの曲がった後にグーッと上がると、うん、すごいなんて言うんですかねよりあのこう安定す流れに乗るというかそうそう安定するのがあって。うんであの 乗ってっても最初の方はちょっとドキドキするんですけどだんだんこう自信をつけてくれるバイクだなっていうふうに思いました。はいはいうん、でしょ上げてた方が安定するっていう、うん、あの不思議 だんだん二気筒乗りになってきた。すぐギアを上げたがる。そうなんですよ。すぐそれがなんかすごいスムーズ。なので、こう気持ちも上がってくるんです。なんでどんどん上げていくっていうのもそうですし。あのギアのこう変える。ショックないよね。はい、ないんですよ。なんかすごい、カツンカツンっていう。あの、スムーズに下がるので。そうですね。あの、いちいちちょっと手前いらずじゃないです。そうですね。あの、スーパースポーツについてるパワーシフトはないんですよ、これ。なのに。あの。 本当に簡単にできるじゃないですか、はい、でショックないでしょなんですごいギアの変えがすごい楽ですね,ね、うん、さっきのあの、うん、高いギアを使いたいということは、はい、当然ギアチェンジの回数増えるじゃないですか、はい、でそのギアチェンジの回数が増えるのがギアが面倒くさかったらやりたくないよね、はい、なんでいつも結構同じギアとかで行っちゃったりだよねやれやれってのにやんないもんね <laughs> というのがこれは や,やりですよね、はい、まあそういう意味であの、まあ、見ててもそうだけど、はい、どんでもなんかこういう本当にいろんな顔をそれこそ走りながら見えるので、うん、あ今みたいにこうカーブ山とかカーブやりたいなっていう時もあればちょっとのんびり乗りたいなっていう時にも本当ギア一つとってもこの乗り心地で全然変わるので。ね すごく面白いなってでしょ。はい、でエンジン力あるけど怖くないよね。うん、あ怖くないです。力あるけど怖くないっていう、はい、このエンジン感ってやっぱりねニキッのいいところなんですよ。でだから今だんだん流行ってるっていうのもあると思います。はい、僕もねあの当然ねバイクにまだ慣れてない人向きのところはたくさんありますけど同時にそれだけじゃなくて。 いろんなバイク乗ってきてちょっと疲れちゃったかなとかね、うん、うんスピードばっかりのバイクだと何か,かあったら嫌だなとかいろいろキャリアを積んできた人が、はい、まあよくあるんですけどあ,のあんまり構えずにフレンドリーに乗れたらオートバイ持ったそのまた楽しくなれるかなみたいな、うん、そういうふうなところに陥っているキャリア30年40年50年の人って結構いるんですよね。はい でそういう方には僕はそのエンジンのことがよく分かってるベテランだったら、はい、このエンジン特性がおーおおって思えるということも含めて、うん、あのビギナー向けだからじゃないんですよあそうなんですねいうあのベテランの方たちにも、うん、こう気軽にの乗ってもらえるというか、はい、あの見た目ね、はい、こうデザイン本位に見えますけど僕らが乗ると実はすごいきっちりしてるんです。 カーブでこういう時にこうこうなったら、うんえー、ここでスロットル開けると後ろ回りがこうなるよああなるよここで曲がりにくくなるならないよっていうことの管理がちゃんとできるみたいなその基本は、はい、さすがどカかってはスクランブラーも僕らが乗ってもちゃんとデザイン本位じゃなくて機能がちゃんとしてるあ。それを実感しててもらららえるそうそうであの柔柔かかいサスでしょ、はいこれ柔らかいでっていうのは フニャフニャじゃないんですすすよこのの柔らかささであの乗りやすさを作ってでその乗りやすさを作ってるってことはアライメントといってエンジンジがどこにありますあと1 0ミリこっち行ったりとかあと、ね、2 0ミリこっち行ったらそれ狂っちゃうっていうところをきちっとやってるスタイリングヘッド位置も全部そう、はい、あのねあの言っちゃなんだけど、はい、こういうどっちかっていうと街乗りバイクの格好してんのに、はい、やっぱりドガっていうはコるなっていうか <laughs> う<ん>という意味での。 本物感ってすすすごくあるんんででねねそうなんです、ねうん、という意味で、まあ、あのキャリアを積んだ人にもぜひぜひおすすめなんで、うん、すごい尿検<の>さんのなんか楽しさが伝わってきますね。いやいやあのちょっとね乗ってて僕も感心しましたから本当にうわーすごいと思って <laughs> なので、まあ、ちょっとやっぱり、ね、今の時代こうなってきたから、うん、技術がちゃんとそういうところ生かせてるっていう意味での、はい、なんか新しい 顔ですねいろいろあの顔がたくさんあるので、はい、ぜひいろんなシーンで楽しんでいただければなと思います、はいはい、よかったです。